はい、ではまずボーカルミックスを AI が提案してくれるネクター4。まず AI アシスタント機能の使い方なんですが、なんとこちらのボタンをクリックして曲を再生するだけ。ちなみに曲を再生する部分はサビなどの一番盛り上がるところが推奨されております。はい、たったこれだけで今まで難しすぎて吐きそうになりながら設定していたボーカルの EQ やコンプなどを自動で設定してくれました。一旦これだけでビフォーアフターで聞いてみましょう。重ねてゆく僕らのオリジナリティ、画面の向こう。重ねてゆく僕らのオリジナリティ、画面の向こう。はい、ボタン一つで押しただけとは思えないほど音の粒が綺麗に揃って整ったサウンドになったのがわかるかと思います。正直今回 AI 機能のクオリティがめちゃくちゃ上がっていますので、そこまで微調整をしなくてもいいんじゃないかなと思っているんですが、一応ここからの操作も解説していきます。まずスタンダード版以上だと微調整する画面がこちらの画面とこちらの画面2種類ございまして、簡単に言うと左が初心者用、右が上級者用といった感じです。ちなみに改版のエレメンツにはこちらの上級者用の画面がついておりません。これがそれぞれのパラメーターに連動しておりまして、例えば初心者用の画面のシェイプ、こちらは上級者用でいうところの EQ に対応しております。 AI が自動で設定してくれた EQ の効き目をこちらのシェイプで調整するといった感じです。重ねてゆく僕らのオリジナリティ、画面。はい、そしてこちらのインテンシティはコンプの効き目と連動しております。インテンシティを上げれば上げるほどコンプが強くかかっていきます。重ねてゆく僕らのオリジナリティ。はい、このあたりはよくわからなければ AI が設定した値のままで十分 OK かと思います。そして左下のこちらの部分でリバーブやディレイ、そしてフランジャーなどのディメンションを一括で設定できます。こちらでオンオフをしてこの黒いポイントを動かすことで効き目を調整できます。重ねてゆく僕らのオリジナリティ、画面の向こう広がる世界へ。はい、もちろん曲にもよりますが、コツとしてはボーカルには軽めにかける方がうまくいくことが多いです。はい、そして特に進化した部分がこちらのボイス機能、簡単に言うとハモリ機能でございます。ボイスを使う際はまずこちらからキーの指定を行います。今回は C メジャーでございますね。もしくはキーがわからなければこちらのディレクトボタンを押して曲を再生すると、重ねてゆく僕らの、はい、このようにキーの候補が出てきますので、この中から探してみてください。選んでチェックボタン。ちなみに各パラメーターのオンオフはこちらでできます。再生しながらハモリを聞いてみましょう。重ねてゆく僕らのオリジナリティ、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 重ねてゆく僕らのオリジン。はい、これめちゃくちゃすごいですよね。ハモリの作り方がわからない初心者の方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、これがあればもう大丈夫です。かなり使えると思います。ちなみに新機能でハモリの声を別人に変えることができるバッカー機能というものが搭載されております。これは完全に別人になるというよりも、どちらかというとボコーダーのようなボーカルのエフェクターとして活躍しそうな機能です。重ねてゆく僕らのオリジナリティ、画面の向こう広がる世界へ。
はい、そして真ん中のウィドゥスではサイドへの広がり、ステレオ感を調整できます。重ねてゆく僕らのオリジナリティ。はい、そして最上位版のアドバンスドにしかない超絶神機能、それがこちらにあるオートレベル機能。ボーカルというのは歌詞を一文字単位で聞くと実はかなり音量差が大きいです。その音量差、音の粒を揃えるためにコンプをかけるんですが、コンプをかけるだけだと実は完全に綺麗には揃わないんですね。コンプをかなり強くかければ音の粒自体は揃うんですが、そうすると質感が変わりすぎてサウンドが破綻してしまいます。そこでミックスの上級者になると、通称テコンプといって、音量オートメーションを一文字単位でめちゃくちゃ細かく入れることでサウンドを破綻させず綺麗に粒を揃えていたんですが、なんとそのめんどくさい作業を AI が自動でやってくれます。そして実はこれはネクター3の時からあったんですが、今回4になって確実にクオリティが上がっております。基準となる音量をこちらのフェーダーで決めるんですが、これすらもランを押して再生するだけで AI がやってくれます。重ねてゆく僕らの、はい、これでオートレベルのオンオフで聞いてみましょう。重ねてゆく僕らのオリジナリティ、重ねてゆく僕らのオリジナリティ。はい、明らかに音の粒が揃って聞きやすくなりましたよね。しかもめちゃくちゃ自然です。その他にもアドバンスドにはボーカルと他のトラックの音域かぶりを解消できるアンマスク機能などもありますが、正直こちらのオートレベル機能だけでもアドバンスドを買う価値は十分すぎるほどあるかと思います。はい、では最後にネクター4のオンオフで聞いてみましょう。重ねてゆく僕らのオリジナリティ、重ねてゆく僕らのオリジナリティ、画面の向こう広がる世界へ。はい、ここまでするのに普通だと数時間はかかりそうですが、それがマジで1分ぐらいでできてしまうのがすごすぎます。超進化した AI 作曲ツール、サウンドローをご紹介。ワンクリックで一瞬で好きなジャンルの曲を作ってくれる AI 作曲ツールです。なんとトップ画面からジャンルを選ぶだけでマジで一瞬でたくさんの曲が生成されます。生成された曲はメロディー、バッキング、ベースなど5つのトラックに分けられ、それらを自由に抜き差し、イントロからアウトロまでフルで構成できて、もちろん長さやテンポ、キーなども変更可能。完全に著作権フリーのインストができるので、そこにメロディーを考えてボーカルを録音すれば完全オリジナル曲が完成。もちろん Spotify、Apple Music などに自由に配信 OK です。ブラウザ上で曲を作るだけならなんと誰でも無料。作ってみた曲がこちら。頭になくてもこれを開くと出てくる、あなたにないものを、きっとそれはサウンドロー。詳細は概要欄のこちらの動画をご覧ください。それでは続きをどうぞ。はい、では続いてボーカル以外の全体的なミックスを AI が自動でやってくれるプラグイン、ニュートロン4を見ていきましょう。まず上位版のみの機能、これが最大のメリットであり、ミックスにおいて最も重要な部分であるボリュームバランス機能。ミックスでいくら EQ やコンプの設定を頑張ってもボリュームバランスが整っていないと絶対にいいミックスにはなりません。そんな一番の要となる各トラックのボリュームバランスをなんと AI が自動で整えてくれます。現状各トラック完全に何もしてない状態です。一旦この状態で聞いてみましょう。はい、当然ボリュームバランスが破綻している状態ですが、ここからニュートロン4にバランスを整えてもらいましょう。まずやることはミックスするすべてのトラックにニュートロン4を挿していきます。ちなみにニュートロン4を使わずボリュームバランスだけを使いたい場合は、各トラックに付属のリレープラグインというものを挿しても OK です。ロジックの場合はまずすべてのトラックを選択した状態でミキサーを開きます。そしてミキサー上でニュートロン4を挿すことで、はい、このように一括で挿すことができます。ちなみにト
トラックの再下段に刺すことが推奨されておりますのでご注意ください。はい、そしてニュートロン4を購入すると一緒についてくるニュートロン4ビジュアルミキサーというプラグインをマスタートラックの一番上に刺します。このビジュアルミキサーでバランスを整えていく感じでございます。こちらのミックスアシスタントボタン、こちらをクリックすると注意書きが出ます。これはニュートロン4もしくはリレープラグインは各トラックの再下段に刺しているか、そして各トラックのボリュームフェーダーとパンはデフォルトの位置、フェーダーは 0dB、 パンはセンターになっているかという確認でございます。これを確認して OK であればこちらをクリック。はい、続いてフォーカス、一番メインにしたいトラックを複数選ぶことができます。ちなみにこちらでは先ほどボーカルに適用したネクタでも認識してくれております。こちらでチェックを入れて適用するトラックを選択、そして今回はボーカルをメインにしたいのでボーカルに星をつけます。はい、ここまでできたらあとはこちらのボタンを押して曲を再生するだけ。ここでは曲の最初から最後まで全体を通して再生する必要があります。はい、再生が終わりましたらこちらをクリックして完了。はい、たったのこれだけでボリュームバランスが整いました。この画面で微調整もできますが、一旦これでビフォーアフターを聞いてみましょう。はい、これめちゃくちゃすごくないですか。もう8割型出来上がってますよね。これで問題なければこちらをクリック。はい、あとはパンニングですね。パンニングだけは自分でやる必要があります。こちらの画面では縦軸が音量、横軸がパンニングになっていますのでここで微調整をしていきます。はい、今回は軽くこんな感じにやってみました。重ねてはい、これは間違いなく神機能で他に同じようなプラグインもないので特に初心者の方にはぜひ使っていただきたいと思います。はい、そしてニュートロン4のもう一つの機能、ミックスアシスタント機能をやっていきましょう。こちらは先ほどのネクター4と同じく適切な EQ やコンプなどのエフェクターを AI が自動でかけてくれる機能でございます。やり方も同じでこちらのボタンをクリックしてトラックを再生するだけ。はい、こちらも一瞬で終わりました。ビフォーアフターで聞いてみましょう。はい、これだけでも十分迫力や明瞭さが出たかと思います。一旦全てのトラックにこのミックスアシスタント機能を行っていきます。はい、すべてのトラックに適用しました。この状態でボリュームバランスを整えただけの状態とそこからエフェクトを AI に設定してもらった状態で比較してみましょう。重ねてはい、全体に明瞭さが出てより引き締まった感じがしたかと思います。はい、そしてここからの微調整のやり方も基本的にはネクター4と同じで初心者用の画面と上位版のみについている上級者用に細かく設定ができる画面がございます。まず EQ に連動しているこちらのトーンマッチ、基本的には自動で楽器をここから判別して適切なトーンに設定してくれていますが、もし違う場合はこの中から適切な楽器を選んでください。今回はドラムになっておりますね。そしてコンプレッサーと連動しているこちらのパンチ、こちらでコンプのかかり具合やアタックやサスティンなどのトランジェントを調整できます。こちらを上げると抑揚がついてパンチのあるサウンドに、下げるとコンプで抑えられた引き締まったサウンドになります。はい、そしてディストート、こちらはディストーションやサチュレーションなどの歪みを加えることができます。あまり変化を加えず自然な歪みにしたい場合は上のクラシック、激しく歪ませて変化を大きくしたい場合は下のトラッシュを選択します。またこちらのポイントを動かして歪みの種類を選択できます。その上で最終的な歪みの量をこちらで調整といった感じです。
はい、そしてこちらのウィドゥス、こちらはイメージャーになっていて、上にするほど音がステレオに広がっていきます。下にするほど逆にモノラルになります。はい、これは何でもかんでもステレオにすればいいというわけではなく、各トラックが外側から聞こえたり真ん中から聞こえたり、その中間だったりといいバランスで配置されることによってより立体的なミックスになりますので、やりすぎには注意しましょう。ちなみに上級者用の画面では各エフェクトの細かい設定ができますし、こちらでオンオフやエフェクトを消したりミックス量を調整したりできますので、より自分好みに調整したい方はこちらからされてください。はい、では最後にオゾン11をやっていきましょう。他と同じくこちらのボタンを押して曲を再生するだけでございます。はい、こちらも一瞬で終わりました。一旦この状態でビフォーアフターで聞いてみましょう。アフターの方は音圧が上がっていますので、再生機器の音量設定にご注意ください。重ねてはい、正直もうこれで十分ですよね。こちらも同じくエレメンツのみの初心者用の画面とスタンダード版以上で使える上級者用の画面で操作ができます。微調整のやり方としては基本的にニュートロン4と同じような感じになっていて、まず EQ に連動しているトーナルバランス、左のターゲットでジャンルによる音域バランスの指標を設定できます。これは必ずしもそのジャンルの通りにする必要はなくて、いろいろ試してあくまで自分がいいと思うバランスにするのがいいかと思います。その上でこちらを上下してその適応具合を決めることができます。いろいろと聞いていきましょう。重ねてゆく僕らのオリジナリティ、重ねてゆく僕らのオリジナリティ、重ねてはい、またこちらのカスタムから自分の好きなアーティストの曲の音域バランスと同じにすることができます。好きな曲を取り込むにはオーディオレンズという別のプラグインが必要なんですが、やり方は概要欄に URL を貼っておきます。試しにボッチザロックの青春コンプレックス、こちらを読み込んでみましょう。重ねてゆく僕らのはい、この機能めちゃくちゃ嬉しいですよね。はい、そしてその下のラウドネス、こちらで最終的な音圧を決めるんですが、これはラウドネスメーターを見ながら調整するのがおすすめです。だいたいどの DAW でも DAW 付属のプラグインであるかと思います。もしくはスタンダード以上であれば、こちらの画面からここをクリックしてタイプをこちらのインテグレーデッド、こちらにすることでここに表示されます。曲を配信サイトや YouTube などにアップする場合はインテグレーデッドという数字がマイナス14LUFS あたりが推奨されていますが、僕の経験によるとそれだと明らかに他の曲よりも小さくなるので、個人的にはマイナス8からマイナス9あたりになるように調整することが多いです。重ねてゆく僕らのオリジナル、はい、そして今回から全グレードにある新しい機能として、なんとボーカルのみを自動で検知して、そのボーカルとオケとの音量バランスを変更することができます。こちらのボーカルバランスですね、自分でミックスしている場合はミックスでボーカルのバランスを変えればいい話ではありますが、そもそも音量バランスが正解かどうかって難しいですよね。こちらのボーカルバランス機能では正しいバランスの場合チェックマークがついて操作ができなくなります。この正しいバランス
ランスかどうかを AI が自動で判断してくれるというのがめちゃくちゃありがたい機能になっております。バランスが悪い場合はこちらのフェーダーが操作できる状態になっていて、その場合は自動で調整してくれております。はい、そしてこちらはアドバンスドのみの機能になるんですが、今回こちらのクラリティというエフェクト、これがめちゃくちゃいいと思いました。これは中高域の明瞭さを足してくれるエフェクトで、全体がクリアなサウンドになってカラッと明るいイメージにしてくれます。重ねてゆく。はい、やりすぎるとシャリシャリしてしまうので少し控えめにするのがポイントです。はい、そしてこちらもアドバンスのみの機能でめちゃくちゃすごいのがステムフォーカス機能。こちらはなんと2ミックスからボーカルのみ、ドラムのみ、ベースのみにこちらのエフェクトをかけることができます。おそらく RX10 の技術を使ったものだとは思いますが、例えばボーカルを選んだ状態で EQ を動かすと、重ねてドラムを選択して動かすと、重ねてゆく僕らのオリジナリティ、ベースを選択して動かすと、重ねてゆく僕らのオリジナリティ。はい、これはマジですごいですよね。これも自分でミックスしている曲の場合はミックスに戻ってやればいい話ですが、別の人から2ミックスをもらって作業するという場合はかなり役に立ちそうですね。はい、そして最後、やはりオゾンといえばマキシマイザーのクオリティがとにかく高いこと。今回さらに進化してこちらのアップワードコンプレス、コンプというのは普通大きな音を小さく潰すものなんですが、その逆で小さな音のみを大きくしてくれるという機能です。なので大きな音を潰さずに自然に音圧を上げてくれるというものですね。重ねてゆく僕らのオリジナリティ、画面のはい、ただやはり普通のコンプと同じくやりすぎると抑揚がなくなってのっぴりした印象になりますので、あくまでやりすぎないようにしましょう。そしてその横のソフトクリップ、こちらは軽く歪みを加えることでさらに音圧を上げることができる機能です。重ねてゆく僕らのオリジナリティ、画面。はい、こちらも同じくやりすぎると歪みが強くなってしまいますのでご注意ください。はい、では最後にもう一度こちらのオゾン11のオンオフで聞いてみましょう。重ねてゆく僕らのオリジナリティ、重ねてゆく。はい、ここまで音圧を上げても全然音が潰れた感じがしなくて、めちゃくちゃ迫力のあるサウンドが簡単に作れますので、ぜひこちらのオゾン11試してみてください。プラグインブティックというサイトで購入できるんですが、アドトゥーカートを押してイントゥーカートを押した次のページで、こちらにクレームギフトというボタンがございます。ここのボタンを押すことで毎月何かしらの有料プラグインがなんとおまけとして無料でもらえますので、購入の際は必ずこちらのクレームギフトからアドトゥーバックを押すのを忘れないようにご注意ください。はい、今回も最後までご覧いただきましていつも本当にありがとうございます。ここまで見ていただいた方はここまで見た合図として、またいつものようにヘイヘイとコメントするか、せめて高評価ボタンだけでも押して帰ってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。